390円って、これこれ買おうかな。まずいかこれ。これが私が使っている家計簿なんですけど、めっちゃシンプルでざっくりなので使いやすいです。しかも276円、めっちゃ安ない？おすすめです。これで家作りの勉強をします。爆買い。何のジュース？レモンジュース買ってもらった。パパクレープ買ってこようかな。いいよいいよ。食べる？一緒に。見せて、そっち行こう。どんな中身かな。チョコ。いいな。どうですか？美味しい？ペロペロ。紙違うこれ。パパに美味しい顔して。
い、今兄弟が集めているこのシーモンスターズ&コーのシリーズ、中尾が何が入ってるかわからないんですけど、今持っとんの見して。はい、オサガメ、シュモクザメ、水ダコで、イカがあって、で、欲しいの何やった、そうちゃん。クラゲクラ、このクラゲが枕にしたら光るらしくて、それが欲しいってずっと言ってて、で、この触った感じがクラゲっぽかったので、買ってきました。じゃあ、開けてみるで。クラゲだと思う。いくで。じゃじゃん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 。イエーイ、クラゲ。触ってる。見せて、おばに。イカがして、イカちゃんやん、クラゲ。だとこれ暗闇で光るねんて。吸盤なんや。待って待って、リーフレット見てみよう。リーフレット、屋外備前クラゲ、バレルジェリーフィッシュって言います。これや、ライバル。ライバルはオサガメ。お、オサガメ持っとうか、ちょうどいいやん。クラゲ対オサガメ、あ、クラゲ。はい、ちょっと購入品紹介で、今日はもう主にトマトとかそういう日用品を買ったんですけど、一つだけちょっと自分に買ったやつがあって、これ GU のパジャマが2990円のものが半額になってたので、これを買いました。じゃーん。このせいちゃんの、ちょっとアール地みたいな感じで、めっちゃ着心地良さそうで。これはせいちゃんの。1500円で安ない、これ。そう、あげた。はい。購入品紹介でした。はい、今はとあるレシピ動画を撮影しています。何を作ってるでしょうか、お楽しみに。じゃあ、まずまずして、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃない、まぜまぜ。おめっちゃつまみ食いするやん。二つのお手手でおむすびぎゅうぎゅうして。うん。できた。え、もうできた？何、残りのやつもして。適当やな。はい、何度かできました。数えてみて。1、2、3、4、5、6、イエーイ、6個おにぎりできた。